えー、で憲法の話をしていきましょうなかなか今週もですねまあ、その間に憲法の動き憲法関係の動きっていうのはかなりあの出ているんですねあすごいことになってるんです,ですけどまずですねやっぱ前回っていうか先週話した、えー、動画と、まあ、先週の動画とあの何話したかっていうおさらいねまたいつも通りやっていきましょう、えー、こちらでございます ちょっとね、あの、延長ができるかどうか、ちょっと不安なところあるんですけど、えー、どんどんやっていきましょう、えーと。まずですね、先週何を話したのかといいますとですね、えー、こちらの、こちらの動画貼りましたけど、先週はですね、憲法89条の問題点、まあ、福祉関係なんですけどもね、えー、そっちの問題点があって、まあ、憲法89条っていうのは、いわゆるその私立,私立の学校とか、NPO 法人とか、そういったあの民間団体に対して、 あのー、あれか、除責金を出しちゃいけないみたいな、そういうあの話になってるんですけども、憲法89条って。ただ現状としては まあそういったあの私学とかあと NPO 法人に対してあの助成金を出しているのでこれまあそのまま当てはめたらこう憲法違反だよねって話をしたのとあとそれからこの憲法89条自体はもともと1920年代から30年代にアメリカの NGO が作ったまああのモデル州憲法、州法といういろいろアメリカの場合州ごとにあの法律があるわけなんですけどもその,モデルその州の,あのモデルになった法律からまんまパクってるっていう話をした。 あの死が一つでそれからあの4月27日にあの自分はですね最近あの日本憲法プロジェクトっていうそういうあのプロジェクトに参加しているわけなんですけどもスタッフとしてね参加しているわけなんですけどもまあそこでついにあのまあ UFO 動画以外であの顔顔出しをしたという話もしましたねえー、っとまあそれでですね実はですね先週あの貼り忘れたんですけどもまあ先週ですねオークショックスフォード おフショッこれで、ね、先週の流れ出そうと思ったんですけど、これこれですね。あの、先週こんな <laughs> やってました。実はギター持ってきてたんです。ギター持ってちょっとこう、あとそれでやってやろうか、みたいなところもあったんですけど、やっぱりこう内容は内容だったんで、ギターを結局こうは使えずに、まあ、後でこう、配信が終わった後にこうやっちゃったというで、ね、ちょっとギター弾いたみたいな、そういうあれなんでございます。まあ、ちょ,ちょっとだけ出してきましょうね。で、それでその後で、えっと、次回の予告っていうことで、えっと、日本 日本国憲法があのほ,ぼほぼほぼほぼ、えー、100年以上前の外国の憲法とかあと外国の宣言ですねんかの宣言んかの宣言をほ,あのほぼほぼコッペしているというそういう話をしましたで、えー、と今回はその話の続きですけれども、えー、とまずですねその前にねあのかなり政治と政局の関係でかなり動きが出ているんですけれどもまずは、えー、とここかなここですね まあ産経の記事、最初いきましょうかね。ああ、これちょっとあれか。ちょっと待ってね。結構あの URL が長いんで、ちょっとまずタイトルと URL、ちょっと個別にやっておきましょうね。まず、これ、タイトルがこれですね。 まあ自分のオフショットをこうやりながらこんなね <laughs>、喋ってると、これなんだかなって思うんですけどね。まずこれがあのタイトルで,で、この後で URL こちらでございます。こちら URL でございます。 であのこちらで何,を話何の話になっているかというとですね、えー、安倍さんがですね安倍首相ですね安倍,安倍さんがですね、えー、おとといですおとといなんですけれども都内で開かれたあの集会えーっとなんだっけ憲法会議の、えー、っと名前忘れちゃったな <laughs> 憲法会議の,その集会なんですけどもね、えー、そういうビデオメッセージを寄せまして、えー、寄せましてでそこで二0二0年に あの新しい憲法を、えー、施行するっていう話2020年に新しい憲法が施行される年にしたいというそういう話をしたわけなんですねであのこれはですねここの部分まあ相変わらずオフショット出しない <laughs> まあまあいいやしばらく出していこうえー、っとそれでもうここのポイントなのはやっぱりその2020年にこう新しい憲法を あの新しい新憲法にしたいという話をしているというその時期を区切ったとっいうところがこれポイントなんですねもう今まで、ね、安倍さんはこうあの、まあ、憲法は変えたいという話はまあ、ね、ちょこちょこしていたわけなんですけど具体的なその時期に入る時期,の時期に関してその明言をしたというのもななかなかこれあの、まあ、非常に大きく踏み込んだわけだしこれは自分の中でもおって思ったわけなんですよ。であの自分はですねこの の発言このあの、まあ安倍さんのその、安倍さんぶち上げたことに関して、まあ、ある予測をしていたんですけども、その予測がその通り当たったんで、ああ、やっぱりねって思って、あんまり驚きはしなかったんですけど、ああ、やっぱりそうだよねとは思ったんですよ。それが、あの次の記事になります。次の記事貼りますね。ちょっと待ってだね。えー、っと、これだ。ね そう毎週毎週こう、あカンペ書いてるんですけどね、やっぱりカンペ書くとですね、こう、あの進行がねあ、サク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 進む進むわけですよ。じゃあですね、えー、とこれがあの自分の書いた記事なんですけれども、えー、ではあのこれであのポイントになるのは、いくつかあのハードルがあるわけなんですね。あの実際にその2020年に憲法はちゃんとその施行されると。 あの成立していくには一つかなりねあのハードルがあるという話なんですけどもその一番大きいハードルの時期をまあ自分としては予想していた通りで動いてきたからああなるほどと思ったわけなんですでまあ実際どういうあ、まあ、こういうふうに2020年までにどういうことが起きるのかという説明をここからあのしていかないといけません、えー、それがどういうことかと言いますとですねまずですね実際その憲法改正されるまでにはいくつか手順があります、えーまず 衆参両院であ違う、その前の前段階があるのか、まずあのあこ、これでいいのか、衆、え、参、っと、両院で、まず憲法審議会っていうのがあるんですけれども、その憲法審議会でまず審議をするで、えっと審議が終了した後に、 えー、二つ目なんですけれども、審議が終了した後に衆参本会議で三、えー、分の二以上の可決がされた後に憲法改正の発議、でまあつまりその衆参の本会議ですね、この本会議でまああの可決がされたら、えー、じゃあ、あの憲法改正しますから、じゃあ、あの国民の皆様にああのまあ、信を問いますよと、そういう話なんですね。で三つ目、えー、それからその改正発議をした後に、六十日から百八十日以内に、えー、国民投票するということが一つ。 でその国民投票で過半数を、まあ、半分以上ですね、半分以上の過半数を得られれば、えー、憲法は改正されるとい,うというわけなんでございます。これね、パッと見るとね、あの非常にこう簡単そうに見えるんですけども、なかなかあのいろいろハードルがあるわけなんですね。 でこれどういうことなのかということなんですがまず、ですね、えー、まあ、その間まあ、本当にこの憲法審議会とかねあのまあ国民投票っていうのが一番大きいと思うああとあれか本会議か、そこの部分も大きいと思うんですけど、うん、とにかくそのこのこ特にその国民投票をやるまでの間にあの2018年末までに衆院選があ それからあの2019年夏に社員参院選があるというところがまずポイントなんですね。であの、まあ、前回の衆院選っていうのは2014年末に行われたんです。であの基本的に衆院選の任期っていうのは4年なんです。4年なので えー、来年の、えー、年末までに解散から、えー、選挙の流れになるというのが一つです。で、それからですね、参院選というのは3年に1回行われます、任期は6年なんですけど、任期は6年なんですけど、3, 3年に1回こうあの入れ替え、半分ずつ入れ替えするっていうその選挙制度なんで、えー、2019年の夏に行われるその選挙戦を勝ち切るというのが一つ。でまあ、このまず2つのつ選挙 でその3分の2を維持できるかどうか与党が維持できるかどうかまずこれが一つっていうところなんですね。でその後で問題なのはやっぱり国あそこまでいければ多分その憲法審議会とかでやってその改正の発議まではいけるんじゃないかなと思うんですけど問題なのはあの国民投票の部分なんですよ。国民投票の部分がすごく問題なんです。どういういいことかととか言いますとですでね国民投票 に関してはですねやっぱりこう今までいわゆる政治系の人たちって政治系とかねいわゆる保守系って呼ばれてる方たちっていうのはうちわもめが多いんですねうちわでこうあのごちゃごちゃやってるとでうちわだけでこうあのまあ、アピールをするとかねあの 告知するにもしても何にプレゼンするにしても何にしてもその一般向けにちゃんとやってるところあるのっていうのがまず一つあるんですよ。ここがものすごい弱点なんですね。あのいわゆる保守系の方たちっていうのをね。あのまあ、自分はリベラルなんですけどもね。世界的なリベラルなんですけれども。で一応ここにあのいわゆる保守系の人たちの,その弱点を書いてみました、えっと。5つあるんですけれどもね。え1つ目、えー。情報収集能力と現状把握能力がまた低い部分があるので。 ままだまだちょっとこれが一つ目。二つ目、えー。情報を発信するにし、は、えー、かんだな。情報を発信するにしても、まだうちはのみなぶ、うちはのみでやってる部分があるんで、もっとやっぱり一般の人たちを意識した発信の仕方を考えないといけない。で、三、三つ目。えー、一般の人たちを意識しないとまずいので、まあ例えば説明するにしてもですよ。これからあの、まあい,わるいろんな動画とかでね、やってる方いらっしゃると思うんですけどもね、自分を含めてね、自分も今後顔出し、多分増やし、えー 増えるだろうし、増やしたいと思ってるところあるんですけど、そういうところだと、やっぱや一般の人たちを意識しないとまずいので、多少なりともファッションセンスや外見を磨く必要があると、これが3つ目。でつ4つ目、えー、憲法に関心を持っている一般の人たちはまだまだ少ないので、短い時間でいかに分かりやすく憲法についてプレゼンできるかも意識すること、これ4つ目。で5つ目、えー、まだまだ保守系の人たちの内輪もめっていうのは多いんですよね。なんかくだらないことでいろいろやってるんですけどね。大体こう お,おクーましたあ,ーありがとうございます。ありがたいことでございます。ありがたいことでございます。さあ、えーまあ、まだってなですけどね。そろそろ戻すか。<laughs> えーっと、どこまで行ったっけえー、おっしょったらそろそろ戻しましょうね。えっ、ー、と、それで5つ目。えー、っと、まだまだね、あの保守系の人たちっていうのは、こう、あの100%合わないと、自分たち意見が100%合わないと、こう、あ,あれなんですよ。 あの共感しないというか一緒にやらないというところはまだまだあるんでやっぱり六割から八割ぐらいその同じ分ぐらい同じ同じ部分があればそう横でつながっていた方がいった方がいいんじゃねっていうそういう話になってくるわけなんですよあのこのあたりがやっぱりその自分が考えるそういう部分での鍵になってくるんじゃないかなと思うんですねでやっぱりとにかくそのまあ保守系の人たちっていうのはやっぱりその一般の人たちにまあ訴求していく部分っていうのは訴求というか波及させるとかやっぱりそういった訴えていく 訴求していく部分ではやっぱり弱いですしやっぱりもっとねその、まあ、パイを広、まあ自分以前から言ってますけどこのニコ生ではやっぱりパイを広げていくっていう発想をしていかないとあとってもまずいんじゃないのかなっていう話なわけですよ本当にだからそうしないとちょっとこう今後あのまあ、国民投票来年もしくはさら早ければ来年早ければ来年、えー、遅くても多分あの まあ参院選が終わったあとの2年後の夏以降になると思うのでそこまでにやっぱりその国民いろんな一般の人たちにこうあの波及訴求できるようにできる体制作んないとあの国民投票でとてもじゃないけど勝ちきれないんじゃないの っていうのは個人的なあの話な話んですねものすごい厳しいこと言ってるけどそういう話なんですね。だからこれ自分,に自分も含めて言ってることなんですけどね。<laughs> 一応そういうふうにしていかないとまずいんじゃないのっていうのが個人的な話なんですね。 でえっと、ここまでは、まあこうまあ、ちょっと厳しい話をしたわけなんですけれども、えー、とどうあと何だっけな、そうそう,そう、まあ、こういうねあの安倍さんがこうやってぶち上げたことに対して、こうなかなかあ,のあちらの方たちっていうのは、なかなか楽しい話をしているわけなんですけれども、えー、それがこれですね。えー、まず一つ目、これでございます。なんか必死な人あの必死な方が多いんですけれども。こちらですね。 え日弁連ですね <laughs>。もう日弁連って言うともうね、あの、わかる人はもうわかると思うんですけども、まあ一応あの、弁護士の方たちがいろいろあの、いる組織ではあるんですけれども、あの、どっちかというと、いわゆるあちらの方が非常に多いあの弁護士会なんですけども、 まあそういう方たちが,ですがあの平和と自由を守るとか憲法を守ると、ね、必死になっているわけなんですね。まあまあ、正直、いろいろあの憲法のネタを知っている自分としてはいやいやいやっていう感じなんですけどもすでにいやいやいやっていうという話なんですね。まあ、これだけでもちょっと笑,い笑いに行くんですけどもで次,、えー、と次はこちらでですすね朝朝日日新新聞聞ございまこちらですね。 はい、こちらになります。まあ、これも必死なんですけどもねでなんかあのピーコさんねファッション評論家の,、ね、あのピーコさんがなんかあのおっしゃってるんですけれどもね。このタイトルいきましょうね「ピーコさん憲法改正は許しません、えー、東京で、えー、東京で語圏派集会」ということで、まあね、あのつまんない真似をしてもしょうがないなみたいな。 <laughs> 本当に何をそこであの血迷ってるんだという話なんですよね。ピーコさんが必死になっているという話なんでございます。そして最後、キアムスケはこれですね、産経のこの記事なんですけれども、必死なんだなっていうのはね、わかるんですけれども、こちらでございます。これですね、はいこちらになります。これがタイトルなんですけれどもね。であと URL がこちらになります。 でこれに関しては、やっぱ反対集会が行われて、あまあ、ちょっとどう見てもこれ、あれですよね、テロリストのお仲間の方たちが、こうみんな、あの、オールスターで集まっているという、そういうわけなんですね。オールスターって、もうね、サッケイの記者の方たちもな、方もあれ、分かってますね、これ、記事書いた記者の方で、ね、<laughs> よく分かってるタイトルの書き方してるけど <laughs>、これ誰だ、署名、署名あるかなあ、奥原記者、奥原記者、なかなかあれですよ、これ、タイトル付け方、なかなかよく分かってますね、これね。<laughs> 相当 <laughs> これ、2ちゃんとか見てんじゃないかな <laughs> と思うけど、そういうあのこういうまあタイトルの記事なんですけども、やっぱりあの蓮舫議員とか、あとあ、の C c 和夫さんね、あのそ,のそういった方たちがですね集まって、ですねこうあの必死になってるというとかそういう状況なんですございますね、やっぱり安倍さんがぶち上げたから、やっぱりこうだいぶ必死になってんだなっていうのが、やっぱり正直見えるわけなんですけれども。 でですねあのここからですね自分のあの書いてる新しいシリーズの話になってくるんですけれどもまあ、先週ね、ねあの日本国憲法はまあ外国の憲法とかあの外国の古い憲法とかそれからあの外国のあの変な宣言ですねいろんな宣言のコッペ,だとコッペをベースにしているという話をしたんですけれどもそのシリーズの第1弾書きました。 それがこちらの記事でございます。今日あれだな、どっちかというと憲法の話が長いな <laughs>。憲法の話が長くなりそうですね。えっ、ー、と、こちらですね、えー、この記事になります。はい、日本国憲法はコッ,コッペ憲法というねこのタイトルでございます。これですね、あるあのフェイスブックの, Facebook の、ね、あるグループに貼るとですね、貼ってみたらですね、なかなか反応がとても面白かったんですけど。 これ、何を書いたのかというと、ですねまず、あのまあ、一発目として、やっぱり強烈、なんかね、あの面白いこうフックを入れとかないといけないなと、自分は思ったので、あのコッペ憲法の、です、ね、まあ、日本国憲法のこの,このシリーズは、ですね最初一発目として、全文を書いたんです。全文がどれだけこっぺなのかと。 いいう話を書いたわけなんでですよでこれ見てるとですね、あの6段落目以外は全部コピペだという話なんですね、えー、まあこれいろいろ書いてあるんで、あの詳しいことはブログ読んでいただきたいんですけども、えー、7段落あります7、7つの文があるんですけども、あの憲法っていうのは、まず憲法の全文っていうのはですね、えー、この段落、1段落目はですね、これ実はですね、アメリカ憲法全文からコッペしてるんですね、これアメリカ憲法全文、1787年よりコッペしてます。で2段落 2、えー、段落目二2つ目の文章ですね。2つ目の文章はリンカーンのゲティスバーグ演説、1863年のものですね。そ,かあの、えーそかえー、こ、ねーーののね、そからコッペしております。それから3つ目,、えー、目、これはですねマッカーサーノート、1946年の2月に出たものですね。えーすねえー、そこからコッペしております。4、えー、つ目、4分目、これがですね米英宗首脳によるテヘラン宣言、1943年ですね。そこからコッペしております。5つ目、これが米英首脳によるテヘラン宣言、ですね。 首脳による大西洋検証、えー、これが1941年に出た検証なんですけどもねそこからコっぺしてますで6段落目これはあの担当者の方が自作したものなんですけどもこれ後で話しますこれ後で話しますけどもねでそれから7段落目、えー、7段落目はですねこれが、ね、アメリカの独立宣言1776年からのものですねそこからコっぺしておりますもう初っぱなからどこの国の憲法かわかんないんですよ <laughs> もうこ,うこれこっから見てもぶっ飛びましたけどぶっ飛びましたからねで先週あの先、えー、4月27日の,あのニ,コニコ生で顔出しした時もこの話したんですけどまあこれであのかなりおお驚く方多かったんですね全部コッペなんですかってコ,ッペあのコメント来て「おーおーその通りですよ」っつってこうあの返したわけなんですよでまあここね大日本帝国憲法これの前の憲法ですねそれだと ちゃんとあのー、なんだ、神武天皇から続く日本の歴史に関する記述があるわけなんですよ。告げ踏みって言うんですけどね、全文のことなんですけど、そういうのがあるんだけれども、なぜかこのあの全文は、まあ、本当に、まあ一番古くて、2、二0 0何十年前のものを <laughs> こ、まあまあコッペしてるだけだから、おいや、これは、うんみたいなところなわけですよ。<laughs> ちょっぱながら。 であの、この 6, 6文目、アルフレッド・ハッシーさんというね、海軍中佐の方が自作したものなんですけども、これに関してですね、これはあの本人の思想が入ってるわけなんですね。で、このハッシーさんに関してはですね。 ハシーさんに関しては、まあ、アメリカ東部の町、ボストンから100キロ離れた港町にそのプリマスというところがあるんですけれども、えーと、そこの,あのキリスト教のプロテスタント教会の牧師の家で生まれた方なんですね。で、非常に真面目な方なんですよ。非常に真面目な方なんですけれども、この全文を、えー、コッペする際、ほぼコッペする際ですね、えー、6番目の文章だけは自分の信じているそのキリスト教の,そのプロテスタントの思想ですね、プロテスタントの思想をそのままぶっ込んでるわけなんですよ。<laughs> もうこっからして、何言ってんだみたいなところなんですよ。こんな、こんな代物ですよ。あの、七十年も使、もう、七十年以上も使ってること自体があ、あの、非常に問題なわけなんですね。で、それで、ちょっと、あの、まあ、フェイスブックの、ちょっと、あっち系の人たちが遊ばんのかなみたいな。そういう、あの、グループに、ちょっと、投下しちゃう、見た、したら、結構すごいんですね。まあ、コメントが、が、あ、来ましてね。まあ、まとも、まともなコメントもあ、あ、りましたし。あの、あー、ちょっと、あれだねっていうコメントも、いっぱいあったわけなんですよ。まあ。なんか なかあのその反応を見てると楽しいんですけど、まあ、今後もねこの,あのコッペ憲法シリーズはどん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 あの書いていきますのでね、あのーまあ、ご興味のある方見ていただければと思います、まあ、ちなみにあのこ,のこの本があのネ,ネタ元になってますので、まあ、ご興味のある方この本も読んでいただければ幸いでございます。なんかなんかこれ面白かったんですけどね で、えー、ともう一つ、えー、とこの、まあ、憲法プロジェクト関係の,その告知というか、まあ、そういう話なんですけれども、実はですね、明日なんですけれどもね、ね NHK でですね、N、日本国憲法に関する話あのまあ番組がやります。えー、とそれがあのこちらでございます。えー、とこれも長いな、えーと。タイトルが長いねタイトルと,あとあれです、ね、URL だけ分け,、ま、分けて貼っておきましょう。えー、とまずこれですね。 ur タイトルがこちらでございます。で、えー、っと URL がこっちなんですけれども。こちらですね。URL がこれなんですけれども、えー、っとこれでですね、あの会見派、まあ実は日本憲法プロジェクトにも、でも、まあ一緒に、あの自分も一緒にやってる、あの自分、 まあ自分と一緒にやってる後の岡田姫子さん。まあどっちが岡田姫子さんもガン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 盛り上げてるんですけど、その岡田姫子さんがですね、この URL の動画見てると、あの、告知のどう URL のその告予告動画に出てるんですね。<laughs> 見たら、あれ出てっちゃって思いながら <laughs> 見ちゃったんですけど、興味深く見ちゃったんですけど、まああの、本当にその、この話は本当にこのいろんな、 あの会見派と語憲派の話両方出てるんですけどもあのこうなんかこの番組を制作している方によるとですねまあ、ちょっとその感想が欲しいということらしいんですよ。であの感想をもしよろしければこのね「あのニコ生」とかあとは自分のあのー「 まあ、アメブロのメッセージも構わないですし、ツイッターでも構わないんですけれども、まあ、そういったところであの寄せていただければと思う次第でございます、本当にそういうあの <laughs> あの感想が欲しいっていうことなので、まあ、本当にそういうもの、あもしくは、ニコ生の,あの掲示板あるじゃないですか、自分の,あのグループ込みの掲示板あるんで、そっちの方にもあの感想とか書いていただければなと思うんですけれども、まあ、本当にそういうものをちょっと感想をちょっといただいて。 まあ、そっちの、まあ、日本憲法プロジェクトの方に、自分もその届けたいなと思っているので。まあ、あの、ご協力をしていただければなと思います。もしね、そういうところで、やっぱり、あの、改憲派の人たち。 っていうところの反応が良ければ、まあ、今までねその10年前、本当に10年前とかの話をね、まあ、自分もちょっと年いってるんで <laughs>、そういう話をすると、割とですね、その10年前とか、それこそ20年前っていうのは、本当に護憲派の人たちの声が強くて、こういった会見したいっていう人たちの声っていうのは、ほとんどあの取り上げられない、もしくはスルーされているっていうのが現状だった、スルーされているその時代があったわけなんですよ、まあ、それと比べてかなりね、あのー、時代が変わってきているので。 そういういい声ど、あのー、どんどん届けけていただければなと思います。で本当にそういうふうなあの会見の人たちの,その声が強くなればその今今後その会見に関するその映像とかその尺っていうのが伸びていく可能性もあるので、まあ、本当にそういうところであのご協力いただければ幸いでございますえちょっと長くなりましたね <laughs> そんなわけで、えー、と憲法の話はここまででございます